どうもこんにちは、フレッチです。今回も戦国無双4エンパイアーズやっていきたいと思います。さあ今回で最終回となりそうですね。さあ立花家、九州と中国地方の一部、いや中国地方まあ大体ね、と四国を治める大大名対近畿、まあ全てを治めるね大大名による決戦ですね。若干兵力に心配は残すけども、いきましょう。いやね、このメンツですよ、半端ないな、まあ、井伊家系の武将が2人、東北の大名である政宗とか吉本公とかねいる中で、援軍はじゃあ道山と関羽雲長ですね。兵糧も全体的に持っていこう。で兵力負けていると、そうか、ちょ計算外だったな。勝ってるような計算なんですけど、まあそう言うならば、ちょっと待とう。じゃ、たまたま。よっしゃ、計略練るぞ。さあ、いけかくん。よし、先導しまくろう。多分この合算で、半々で出してくるから、多いってことなんだろうな。なんで、もう両方の地域をね、絶望的に、貶めていく。よっしゃ、オッケー。さあ、やろうぜ。最上いないな、やっぱり。道山だ。道山、吉本で。援軍に道山と関羽雲長というところだな。おし、兵数勝ったね。いけかくん、真っ向敵に当たるべし。さあ、最後のムービーも入るのではないかな。皆さんの願い、太平の世を今こそ実現します。最後も大暴れと参ろう。龍が支えてみせる。いや最後政宗か。なんで政宗っていうとこあるけどな。よし、まあまあまあ、そこはいいとしようじゃないか。延長に他なしとそこの準備はしてないんだなといったところだね。さあ最後の戦場だ。舐めますように見ようではないか。さあなんだこの川、なんだ、なんかトランプ風のものがいっぱい落ちている。花だねあれは。ごめんなさい、よし行くぞ。どう、オッケー。お仕事なんです。黒の仲間さん、拉致者を見抜いてまいります。多分守備系の陣形、主人公にはほぼ関係ないんだよ。長政の道を行く。一緒に戦うわよ。あー無駄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 。共に敵を打ち砕くのじゃ。他の戦場、ちょ本陣が危ないような、ここでいきなり本陣落ちて負けるとか絶対だからね。海姫、海姫待たらせようか。ちょ政宗行かせよあいつ。ちょっと、いや本陣狙ってくんね。成功ね。うわ、戦場策使ってきたよ。何、突撃じゃないだろうな。難しい状況です。ナイスかペン今。次の手は、あー吸収か。ちょ待って、え、どういう陣形なのこっち。これで本陣落ちないはず。拠点制圧です。こぼしすぎてたらごめんなさい。じゃあ次囲いにかかろう。楽に勝てる最初から思っていない。
めるの。いや、敵戻ってくる前に直したいと思ったけど、敵自体が倒れたね。やられっぱなしで終われるか。敵の方が進んでないね、全然。ちゅうことで、じゃあ一応戦略は練っておくか。右に行ってやれ。と変えてくれん。で、私はこのまますぐ上がって敵の援軍を叩こうじゃないか。こんな時に拠点制圧です。壊しすぎてたらごめんなさい。まあ、とはいえ大名級の武将で言えば道さん、吉本に、ね、正宗と、どうしのいだものか。あとね、関羽雲長という旧友もね、いますし。行くぞ。秋の狩りを返しに参る。そう、一貫して関羽雲長って言ってるよね。元ネタかその動画を見てないと、もうね、謎の発言でしかないからな。下危なくないか、ちょっと大丈夫かな。相手が荒れたぞ。運のないやつで。総輪が舞い戻ってきやがったね。胸しげいなくね。現地寄っていったら一応胸しげがいくら普段からやろうか出てきたはずなんだけど、この拠点もらっておくわ。長すぎて別居した。そのパターンもなんか楽に勝てるとか最初から思っていない。これ一旦戻るしかないな。拠点制圧です。まあ、言うても25分あるからね。ごめんなさい。時間をめちゃくちゃマシマシにすることもできなくはないけど、楽に勝てるとは最初から思っていない。もう大丈夫だと思うんだね。立花が出る。下だな、下。道を開けよ。でも僕3対1とかじゃない。ああ、そうでもない、22だ。あ、22じゃねえ、忍者の片方。さて、硬いな忍者。そういえば陣形大丈夫か。オッケー、よかったよかった。危ないね、見てなかったからな。お、正宗。あ、やられた、殺された。くそー。先の狩りを返しに参る。重心の重心、正宗の弟縮むと急ごうか。他大丈夫？正宗だけだね。あいつだけすんごい強かったの。俺に傷一つ残せない。伊賀の弓から逃れられません。すいません、拠点制圧しちゃいました。諦めてはならぬ。勝機は必ず。拠点制圧。オッケー、よし次行こうか。壊しすぎてたらごめんなさい。待つ風。諦めてはならぬ。勝機は必ず。あ、うまっ。なんちゅうボンミス。全軍突撃してください。今は下がるのが最善だ。なんだと、命令に背く気か。まだ終わってなどおられわ。オッケー、よっしゃ。立花の行く手に勝利はある。やられてんじゃん。よっしゃ、これでとどめだ。おめえ返上と参りましょう。このモーションね、僕毎回あれですよ、稲妻イレブンのダークトルネード思い出すわ。よっしゃ、おー、いいねいいね、混ざるよ。ちょ、見えない。勝利で見えない。さあ、天下統一ですね。全取りだもんね。正々堂々勝利です。
ではね、九州に送りまして、さあ、井伊直虎は他の軍友を全て打ち倒し天下統一の覇業を成し遂げましたと。いや、長かったな。プレイ時間で言うと5時間ですよ。苦しい道のりだったけど、やり遂げられてよかった。女子力高いとこ見せとる。鼓よろしく。素敵な舞、美味しいお食事、素晴らしい仲間。お母様にも来てほしかったな。俺の体の傷は勲章、あなたと共に過ごし乱世を滅ぼした名誉の証です。待ちに待った太平の世です。さあ、スーパーハッピーエンドですね。よし、終わりか。終わりですね。さあ、午前シナリオも終わりましたし、もう完全クリアといったとこですね。いやー、プレイ時間で言うと、というかパートで言うと100だもんね、多分。大体凄まじく長いシリーズでしたね。いやでですね、まあ、とりあえずこれで戦国無双4エンパイアーズ終わりになるんですけど、いやー、このプレイ中にですね、5の発表はなかったですね。5モデス出たらやりたいんですけど、どうなんだろう、2017年とかになるのかな。発表がね、ないもんね。あれ、だいたいいつくらいに発表なのかよくわかんないけど、そろそろ出てもいいんじゃないかなと思いつつ、まあ、クロニクルシリーズのね、新作も、あれはないのかな。僕コンセプト的にはクロニクルシリーズの方が好きなんですけど、3が微妙な売り上げでしたし、 3だね。どうなんだろうな。僕クロニクルシリーズこそね、4でやってみたいんですけど、まあそれは、まあ、まだないかな。で、まあ、今後の、無双シリーズというか更新なんですけど、とりあえずね、戦国無双4-2に戻ろうかなと思って、その後はね、無双ロジとかやろうかなと思ってます。でもって、まあ、それらやっていたらですね、まあ、三国無双のシミュレーションが RPG のやつとか出るし、もしかしたら本編の8発表されるだろうし、まあ、順番的に言うと三国無双8から戦国無双5だと思うんで、まあ、それらの発表に期待しながらね、違う無双をやっていきたいと思います。さあ、ではでは。